ブラディミル・ベアラは、クロアチア人の元サッカー選手。ユーゴスラビア王国、死に近郊のゼロボ出身。ポジションはゴールキーパー。1946年に入団したハイリュク、スプリトにて308試合に出場し、3回のユーゴスラビアリーグ優勝に貢献。1955年にレッドスターベオグラードへ。 引き抜かれ、4回のユーゴスラビアリーグ優勝と2回のユーゴスラビアカップ優勝を経験。レッドスター最後の試合は、ミュンヘンの悲劇直前のマンチェスター・ユナイテッド戦だった。キャリア晩年は、西ドイツのアレマニア・アーヘン、ビクトリア・ケルンで過ごした。ユーゴスラビア代表としては1950年から59試合に出場。同年にハイベリーで行われたイングランド。 代表戦でのプレーから一躍注目され、ビッグブラド、鋼の手を持つ踊り子、鉄拳を持つ弾丸ダンサーなどと呼ばれた。1952年ヘルシンキオリンピックでは銀メダルを獲得。フィファワールドカップには3回出場している。引退後はケルンでコーチライセンスを取得。1973年から1975年には、 カメルーン代表の GK コーチを務め、トーマス・ヌコの、ジョセフ・アントワー・ヌ・ベルラを指導した。ヌコノト・ベルは後に、カメルーン代表の一時代を築き、アフリカ最高の GK と称されるまでになった。ヌコノは、ベアラの指導について、それまで、才能だけでやってきた自分に対し、キーパーに必要な練習法を一から教えてくれたと、語っている。 後年、オーストリアのファーストビエナ FC などでも監督を務めた。ユーゴスラビア時代、バレエ教師について足さばきを学んでおり、キーパーとしての能力はもとより、その優雅なゴールキーピングも高く評価された。上述した1950年の対イ,イングランド代表戦で、相手の GK だったボブ・ウィルソンは、彼は見ている人をうっとりさせる美的な雰囲気に包まれていた。 ジャンプやダイブの時、足で地面を蹴って、美しく完璧な姿勢を取るんだ。ゴール前で彼は、つま先立ちして、まるでバネのようにいつでも伸び上がって、飛びかかれるような姿勢で構えていると、ベアラを称えている。ゴールライン上に、いつもリラックスした表情で立ち、学んだテクニックを機械的に見せるよりも、自身の能力を信じて戦うスタイルを好んだ。 相手選手と目と目を合わせた方が簡単なようにいつも思うという理由から相手チームのフリーキック時に壁を作ることを止めさせたとも言われる。現代サッカーを戦術によって食いつぶされたサッカーと表し、ワールドカップの1962年チリ大会、1966年イングランド大会から新しいプレースタイルの時代が始まり、 ボールの扱い方は試合で最も重要な要素ではなくなったとする一方、現在でも良いゴールキーパーとして持っていなければならない。資質は私の時代と共通するものが多い。まず勇敢さと自信は欠かせないと語っている。レフ野心が1963年に GK 発のバロンドールを受賞した際には世界最高のキーパーは自分ではなく、 ベアラだと主張している。ありがとうございます。